リネサワは、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家。現在の大韓民国では、木の富五族及び、新日派の一人とされている。西州の旧男である影明君、李誠マコトの子孫として、中世道中州に生まれる。高所八年の神語事変により、貧妃が、中州に身を裂けた、際、新鮮な魚を貧妃に献上することによって、貧妃から抜擢されたと伝えられている。 ビンが、官偶した翌高所9年に、南行船殿下に任命され、初めて官職に就くこととなった。高所10年に部下に旧大した後、橋川府市、基地収穫市、中西水軍節土市、平層三班などを経て、県要元年に、陸軍三領に任命され、新衛隊、第三大隊長となったが、路肝派、戦の際に、政府の転覆を図ったことが発覚し、 チェジュ島に流刑となった。翌、三岳元年に恩赦を受けて釈放されると、三岳2年に独立協会に反対し、その会議解散に功があったとして、11月に、半数不場人に昇進した。後部6年には、議政府賛成、三岳7年には、陸軍副将軍部大臣、三岳9年には、自重部官庁、農商工部大臣、法部大臣になり、 日本政府から訓移等局実大受賞を受け、同年9月に軍部大臣に任じられて11月の第2次、日韓協約の締結に尽力した。劉広氏4年8月22日に日韓併合条約の締結に賛同した。同年10月16日に朝鮮貴族として死者区に劣せられ、その後は朝鮮総督府中枢院の顧問を務めた。2002年に、 民族の正規を立てる国会議員の集いが幸福会と共に発表した新日派708人名簿と2005年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿において選定された。また2006年に日本統治時代初期の新日反民族行為106人名簿が 発表された際にも選定された。ありがとうございます。